前回から始まった新シリーズ、キッチンボード製作の続きです。それでは早速参りましょう。キッチンボード製作2、キッチンキャビネットの製作、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。製作イメージ。前回製作したキッチンテーブルがこちらです。今回はテーブルの上にキャビネットを製作します。上部は釣り戸棚。中間部にはカップボードを作ります。正面から見るとこんな感じです。この部分は柱の役割としてテーブルと結合します。基準ラインの毛書き。この場所に釣り戸棚を製作します。レーザー水準器を使って板の基準線をマーキングしましょう。ちなみにここの壁は一面構造合板になっています。板の切り出し。板はすべてサブロクの厚み18ミリの修正材を使います。切り出し完了です。仮止め用 L 型金具の取り付け。予定位置に板を仮組みするために L 型金具を取り付けていきます。板の仮付け。それぞれの板を仮付けしていきます。カップボードの中央縦板は強度を考慮して下からビス止めします。棚板のダボ穴開け。釣り戸棚とカップボードの内側には棚板を設置したいので金具用のダボ穴を開けていきましょう。
接合部のダボ穴加工。全体的には L 型金具での固定になるのですが、ここの接合部は L 型金具が丸見えになるのが嫌なので、ダボで接合したいと思います。テーブルの天板側の加工です。こんな感じで接合します。一番奥側はジグが入らなかったので諦めました。塗装前研磨。塗装の前に全体をサンダーで研磨します。ステイン塗装。塗装は表裏同時に塗装できるように板を立てて固定して行います。いつもの和役茶作業部屋で塗装をしましょう。ステインはいつものネオステインのオーク色です。今回も5回ほど塗りました。サンディングシーラーの塗布。今回はクリア塗装の下地としてサンディングシーラーを塗布してみたいと思います。サンディングシーラーは表面の凹凸を消しやすいことと銅管を埋めてくれやすいので、クリア塗装の回数を減らすことができます。スプレーガンで塗装しましょう。クリア塗装。クリア塗装の前にサンディングシーラー表面を研磨します。削り終わったら固く絞ったタオルで拭き上げておきます。クリア塗料は今回は2液タイプではなく1液タイプを使います。部品を並べて眺めてみます。今回の組み立てる板を並べてみました。
家具製作に限らずなのですが、組み立てる前に部品を並べて眺めるのが一番好きなのは僕だけでしょうか。組み立てと設置。組み立ては仮組みの時に壁に残した金具に固定するだけなので、サクッと進めていきましょう。最後に金具の本締めと増強をして完成です。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。